上流、おはようさん。あなあ、町出るんやったら気つけや。鬼人会がめっちゃあんたのこと探してるで。えらい剣幕や。へえ、そうだろうな。あんたってあんま目立ったらあかんのと違うけ。好きでこうなったわけじゃねえ。だがまあ、少しの間お騒がせする。は？どういうこと？任務上必要なことをするってことだ。やっぱりようわからん。すぐに向かう。お待ちしております。ご用意したのは3000万です。もうちょいカッコつけたかったんですが、キューバで集められるのはこんなもんや。これで足ります？十分だ。大変だったろう。ボンに切る。何に使うつもりかご説明いただけるんですよね。西谷をおびき出すのに使うんだ。あいつは鬼人会の組員に俺を探させてるんだろう。なら俺の居所も動きも知らせて、こっちに出てきたくなるようにする。たっぷり挑発してやるさ。挑発？鬼人会の追い込みでビビってるはずの男が蒼天堀の夜を豪遊してたら、奴はメンツ丸つぶれ。いつまでキャッスルにこもってられるか見物だぜ。それじゃあこの金豪遊のためでっか？せやけどもう鬼人会は結構な数であんたを探してます。これ以上煽ったら西谷にマジであんたをやりに来ます。いいか鶴も、そんな声出してちゃ蒼天堀を楽しんでるようには見えねえぞ。もしかして俺も一緒に？俺だけじゃ一晩で3000万も使い切れねえ。一晩で全部？お前らは500億で俺の命を買ったじゃねえか。今さらはした金だろう。俺にくれてやるつもりで持ってきたんだろうし、派手にやっちまおう。なるべく西谷の目を引くようにな。どうりで事前にどう使うか教えてくれんかったわけや。そうと知ってたらこんな苦労して3000万もかき集めんかった。もう諦めろ。男ってのは一度出したら引っ込められねえもんだ。手始めにこの町で一番いい女がいて酒のうまい店に行く。どの店だ？くっそ、わかりましたよ。それやったらキャバレーグランドや。ジャブジャブ使ってもらえないですか。ああ、指示堂のやつもそこに呼びます。構わんでしょ？もちろんだ。よし、じゃあ行くとするか。そうか、この店だったか。キャバレーグランド、ご存知で？ああ、前にも来たことがある。蒼天堀で一番の店ってのも納得だ。なるほど。カシラ、先にやらせてもらってますわ。いつもは呼び出してもこんな早来んのにな。珍しいな。シシド上流、
俺までご商売に預からせてもらって、好きなだけ飲んでええとか。ああ、今夜は楽しんだらいい。お前は苦労人だったんだろう。俺は上流ってもんだ。とりあえず今いる客全員に一杯おごらせてくれ。え？嘘！すごい！今夜はみんなにも楽しんでもらいたいんだな。金が足りなきゃもっと出せ。お、ほんまでっか。なんとまあ。かしこまりました。では上流様、グランド一同、真心込めておもてなしいたします。皆様お楽しみのところ失礼いたします。ただいまより皆様へ、あちらの上流様より一杯振る舞わせていただきたいとのことです。よろしければ拍手をいただけますでしょうか。俺は上流だ。これからよろしくな、蒼天堀。いよ、上流様。頭、桐生さん、これ人目忍んで生きとった反動っちゅうことですかね。当たり前やろ、他に何がある。これで分かったな。今みたいな要領で名前を売っていく、すぐに鬼人会の連中が食いついてくるはずだ。西谷の耳にも入る。ええ、まあそれは確かにそうですわ。寄ってくる鬼人会ぶん殴ってりゃ西谷もしびれを切らす。いつまでも部下に任せてばかりじゃいらんねえ。あんたの狙いは完璧に理解しましたよ。ほな次行きましょう。蒼天堀を遊び尽くすんやねえかしら。おう、せやな。もうえやっとるわ。次あれです、カラオケ。カラオケ行きましょうや。うちの組員も集めますわ。俺が声かけたら速攻来ますんで。見つけたで上流。派手に遊んでるそうやな。我ずいぶん舐めた真似してくれるやないか。上流、あいつら鬼人会のもんですわ。ああ、やっと食いついてきたな。遅いくらいだ。鶴野の頭、上流は渡してもらいます。文句ないやんな。ドアホ、何寝ぼけとんねん。そもそもお前ら誰や。上流はうちの客人や。お前らなんぞ顔も知らんさん下に渡すかいな。それが渡せ組の答えっちゅうわけかい。西谷会長にはしっかり報告させてもらうで。西谷に言っておけ。文句があんなら直接俺んとこに来いとな。せやないと可愛い子分どもがどんどん痛めつけられるで。まず手始めにお前らからや。上等や。やれるもんならやってみ。ぶっ殺したら。覚悟はいい。いい夢見ろ。
鬼人会の奴らまだまだ来るだろうな。俺らが遊べば遊ぶほど寄ってくるはずだ。ええ、そいつら帰り討ちにし続けとったら西谷会長はメンツ丸つぶれや。確かに辛抱たまらずキャッスルから出てくるかもしれん。じゃあ次だ。今夜は蒼天堀を遊びきるまでとことん付き合ってもらうぜ。分かってますわ。お前らもええな。へいへい。誰かこの中にゴルフの腕自慢はいるか。自分で言うもおこがましいんやけど、俺は地位とうるさいです。意外だな。ゴルフやるタイプには見えない。よう言われますけど最高やないですか。世界で一番ボールをかっ飛ばす競技。ほんなら一応勝負といきましょう。あんたが俺のスコア越せるかどうか受けてもらえまっか。勝負ごとには目がないもんでな。いいだろう、乗ってやる。ほな自分から先打ちまっせ。兄貴ナイスショット。こっちさすがですわ。こらすごい。やるやないですか。まさか俺のスコア超えてくるとは。悪いな、勝ち負けにこだわりすぎるのが俺の大人げねえところだ。ようわかります。全く同感や。そしたら勝者は称えられなあきまへんな。これ受け取ってもらいます。金かけてるつもりはなかったんだがな。勝ったもんには賞金を出すもんや。俺もキャッスルでイベントやっておりますんで、気持ちよう受け取ってな。行きましょう。さて次はどうするか。一目引こう言うたらやっぱ女です。綺麗どころ連れて練り歩きましょうや。なるほど、悪くねえ案だな。当てはあんのか。おう、お前ら店回って何人か連れてこい。全員ナンバーワンのキャストや。えい。急に呼び出してすまんな。お前らがおらんで寂しかったんや。シシドウさん相変わらずやね。どないでっか、ジョーリー。この子たち蒼天堀のオールスターです。確かに悪くね。ジョーリーさんってクールなん。クールなのは嫌いか。お金持ちのかっこいい男はやっぱりクールやないと。うちの客人によう言うた。ほれ、ご褒美や。あー、ほんま？どうもありがとう。お金のシャワーもっと浴びさせて。ええ調子ですわ、上流。こういうんがお望みやったんとちゃいまっか。ああ、飲み込みが良くて助かる。金を使わなきゃなんねってのも一苦労だな。言うてくれたらまたいつでも手伝いますわ。どっちか言うと得意な仕事や。分かった、覚えておこう。おおきに。
腹が減ってきたな。次はここで飯でもどうだ。お、ここに目をつけるとはお目が高い。うまいと評判の店ですわ。よっしゃ、お前らも好きなもん好きなだけ頼めや。ほまでっか。こんな店でわしらもご一緒させてもらえんの初めてごちになります、かしら。ありがとうございます。鶴野、お前あんまり下のもんにおごったりしてねえみてえだな。あ、いや、そうやったっけな。かしらはよその組幹部との付き合いやらでお忙しくしておりますんで、あんまりしもじもと飯食う暇もないんですわ。なら今夜はおめえ返上と行こうじゃねえかな、鶴野。見ろよ鶴野、みんなうまそうに食ってるじゃねえか。おう、お前らそんながっつくんやない。ごちそうは逃げたりせんで。ったく、恥かかせんなや。親父に見せられへんで、こんなとこ。せやけど頭、こんなうまいもんわしら初めてですわ。高いもんはやっぱうまいんやな。なんや、泣けてきますわ。アホ抜かせ。どうせお前らの舌で味の違いなんぞわからんやろ。いや、でもほんまうまいっすよ。わかったわかった。どうか、ほなまた3000万作ってみんでもええかもな。頭、みんなで一緒に食う飯はまた格別ですわな。ふん、酒もうまいぜ鶴野。もう一度乾杯と引くか。いや、もう何遍乾杯させるんすか。あんた見た目より相当酔ってるな。3000万使い切る気で飲んでるからな。ほら、お前も飲むんだよ。これは断れまへんで頭。ええやないですか、乾杯しましょう。ったく、しゃあないの。お前ら準備はええか。えい、えい。今夜は好きなだけ下品に贅沢せ。空から金の降る夜や。乾杯。乾杯。ふう、うまかったな。今夜はほんまにええ気分や。やっぱりたまには下のもんにもええ思いさせんと。こんな機会ができたも上流のおかげですな。ごちそうさまでした、上流。ほんまうまかったです。おきり、上流の兄貴。いや、上流。おい、こら、金集めてきたのは俺やぞ。頭下げる相手ちゃうやろ。まあまあ、頭、恩は着るもんや。着せるもんちゃいます。ち、わかったわかった。言うてみただけや。ああ、なんや、ゲリオさん、もう遊びきったような顔して。まだ金使い切ってませんよ。もっと無駄遣いしましょう。頭もこう言ってますんで、俺ももちろんついていきます。そうか、じゃあまあ他にも遊べる場所があればな。恵比寿屋、次はここでっか。ああ、買い物だ。町の店も潤して顔を売ってやろうじゃないか。いらっしゃいませ。ここにはスーツもあるのか。なるべく質のいいもんがいい。質のいいスーツをお求めで。でしたらうちは大阪一でございます。さあ、いかがでございましょう。おお、悪くね。ただお値段が少々張ってしまいます。よろしければご予算を伺っても。金ならあるんだ。
心配いらねえと思うぜ。俺は上流ってんだ。この辺のスーツに合わせられるもんもあるか。は、はい、少々お待ちを。上流様、ただいまご用意します。このシャツなどいかがでしょうか。有名俳優も愛したハイブランド品となります。もらおう。他にはあるか。こちらのネクタイなどはいかがでしょう。こちらはカシミヤを使った品でして。いいだろう、気に入った。全部包んでくれ。あとは時計とメガネと、それに靴もだ。あんたの方で適当に見繕ってもらえるか。は、はい、かしこまりました。本当にどうもありがとうございます。鶴野、買い物ってのは楽しいもんだな。そりゃ人の金ですかい、当たり前や。けどこうでもせんと金が使い切れん。せや、俺も新しいスーツ買うてくか。あんちゃん、なんかええのある？あ、あります。もう何でも好きに持ってってください。なんだそりゃ。寝てろ。よし、次はこの店にするぞ。おお、ええですな。確かここカラオケありますぜ。これは派手に騒げますな。盛り上げ役もいっぱいおるし、歌い倒しましょう。お前らええな、気合い入れてけや。へい、もちろんですわ。やりますぜ。よっしゃ。文句はねえようだな。それじゃあ行くぞ。この歌を送るぜ。深く愛したら俺に振り向いてくれるのか。何度も傷つき泣かされてきたのに、まだあいつのことが好きなんて。幸せ色の人並みに涙よどうか埋もれてくれ。不甲斐ない寂しさ、ちっぽけなプライド、あぶり出すようなジングルベ。あの子が吹き消し
微笑む姿夢見ていたライターで灯したタバコにロマンチックな雪が降り積もるさよならされないもうすぐ愛しいあの子はあいつの腕の中さよなら降りないプレゼントの配り先のない哀れなサンタクロース世界中が愛で満ちる夜にさよなら俺のサイレンラーサイレンラさすがジョーリー、シュッとしてんな。ふう、思いっきり歌ったな。全員悪くなかったぜ。盛り上がりましたな。体めっちゃ熱くなったわ。俺もです。それにしてもジョーリー、あんたなかなかええのどしておりますな。今度うちの親父とデュエットなんてどないです。俺ら命がけで盛り上げますぜ。そうだな。そいつはいつか機会があれば考える。